シンガポール軍兵士の像シンガポールの軍事はシンガポール共和国の国防政策、軍事機構などについて述べる。シンガポール軍の兵士アフガニスタンで活動するシンガポール軍の兵士シンガポール軍は1971年12月にイギリス軍が撤退した後に編成された。マラッカ海峡を望む地政学的に重要な位置にあることや経済力が強いことから 小規模ながら近代的な装備を所有している。人員については2万人の職業軍人のほか、2年間の徴兵制を実施し、必要兵力を満たしている。歩兵の数は5万5千人に達し、兵役終了後も10年間の予備役につく。この予備役人員数も、徴兵は17歳の時に行われ、進学の場合を除き延期は認められていない。ただし、 シンガポールの徴兵は、ナショナルサービスとして、軍以外の公共機関にも配属されるものである。予備役兵は普段は民間人であるものの、年間最大で40日間招集され、訓練及び任務を実施する。シンガポールは1965年に独立し、1971年に、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、マレーシアと後、過酷防衛取決めを締結した。 1968年1月にイギリスがスエズ伊東からの撤退を決定したのに伴い、マレー半島における安全保障を維持するために取り決めが締結された。これにより、有事の際には取るべき措置を決定するために直ちに協議することが義務付けられている。シンガポールは基地の提供などを行っている。シンガポールは小さな島国で、その繁栄は 東南アジアにおける金融や貿易、ビジネスの拠点であることに依拠している。このため、近隣アジア諸国や欧米などとの幅広い協力関係づくりを安全保障の基礎としている。シンガポール軍は、隣国インドネシア・マレーシアをはじめとするアセアン諸国及びアメリカ・イギリス・オーストラリア・ニュージーランド、台湾、インドで共同訓練を実施している。アメリカ軍は、 1990年に締結された覚書に基づき、パヤ・レバー空軍基地とシンバーウォン・サンバシの利用権を持っている。1999年にこれは一部改定され、2001年より稼働するチャンギ海軍基地も含まれるようになった。そして、台湾は国内の軍事施設を常時シンガポール軍に貸している。また、 中国とは2009年、2010年、2014年、2015年に共同軍事演習を行っている。2017年5月15日にはシンガポール海軍創立50周年を記念し、44カ国の軍艦46隻による観艦,艦式を挙行。日本の海上自衛隊からは護衛艦、出雲、サザナミが参加した。シンガポール軍は陸海空の3軍からなる。 新兵は3ヶ月の基礎訓練を受けることとなっている。そこにおいては射撃訓練のほか、野外工作、ジャングルでのサバイバルカモフラージュの教育が行われる。一部の兵は、その後、主管教育、または、スペシャリスト教育を受ける。主管候補生コースは9ヶ月、スペシャリスト教育コースは21週間ある。残りの大部分の兵は、様々な部隊に配属される。 シンガポールは大テロ戦争のような非従来型の戦争に対する準備も整えている。シンガポール陸軍は少なくとも1個のコマンド大隊と規模不明の特殊部隊を保有している。その訓練状況の詳細は不明であるが、多くの元特殊部隊隊員が所持している空挺効果の記念バッジからアメリカ海軍のネイビーシールズから訓練を受けていることが判明している。 また、海軍にも特殊部隊がある。シンガポールの特殊部隊はよく訓練されており、高い能力を示している。2000年には、シールズの養成訓練において、シンガポールの訓練生が主席となった。シンガポール軍の情報能力は秘密にされており、それらの詳細は不明である。しかし、死銀とや、画像情報の収集には、高い能力を示すと思われる。 空軍においては、各種センサーを搭載した、イスラエル製の UAV を運用している。SSPH-1 次総砲 AMX-10、PF 標戦車小銃機関銃短機関銃、拳銃榴弾砲自走砲戦車早期装甲車、ホーミダブル級フリゲート潜水艦、フリゲートコルベット昇海低揚陸艦総海艇、無人集定過去に収益した艦艇については、 シンガポール海軍艦艇一覧を参照のこと。海 -16D 戦闘機戦闘爆撃機、偵察機装機警戒機海洋艦式空中給油、輸送機ヘリコプター。ありがとうございます。